決めよう、原発のことみんなで決めよう、街のことはみんなで決めよう、原発県民投票。皆さん、原発県民投票を実現するための署名運動を行っています。まもなく女川原発の再稼働に合格が出ようとしています。すれば女川原発の再稼働は最終的に私たちの宮城県にその是非を問われることになります。その時に県知事や議会にお任せするのではなく、私たち県民一人一人が女川原発を再稼働させてよいのかどうか考えて選択しましょう。そのための県民投票を実現しましょう。ただいま原発県民投票を実現するための署名運動を行っています。多くの皆さんが女川原発再稼働の是非を問う県民投票を実現するための署名にご協力いただけますようお願いします。皆さん、女川原発はここ仙台からわずか60キロの距離です。もし女川原発が事故を起こせば、放射能はここ仙台まで届きます。避難しなければならないのも私たち県民、被爆するのも私たち県民、宮城県でこれから生きていく私たちの子供であり私たちの孫です。あるいはこのふるさと宮城県を原発に依存する世界にしていくのか、再生可能エネルギー中心の世界に転換していくのか、このこともこの宮城の地で生きていく子どもたちの未来に関わる大切な問題です。この問題を今を生きる私たち宮城県民一人一人が自分自身の問題として捉えて考えていきましょう。女川原発再稼働の是非を問う県民投票を実現するために、みんなの会を、みんなで決める会を作って今運動しているところです。女川原発再稼働の是非、今女川原発2号機は規制委員会の審査中ですが、今の流れでいけば来年のゴールデンウィークの時期には合格証が出てしまうのではないかという流れになっています。もし合格証が出されてしまえば、宮城県知事の判断、立地自治体の女川町や石巻市の判断で議会にかけて再稼働が決まってしまうことになります。県民の皆さん、お一人お一人の意思をしっかりと反映する形の県民投票をぜひ実現してほしい、この思いからみんなで決める会を作りました。これまでも何回もシンポジウムや学習会を開いてきました。ぜひ皆さん、女川原発の再稼働、やばってこのまま見過ごすのではなく、私たちの意思をしっかりと示していく方法を実現をさせていこうではございませんか。大事なことはみんなで決めよう、原発のことみんなで決めよう、街のことはみんなで決めよう。